どうもです。横町バスターズの、今回ですけども、QR コードを、公開したいと思います。これはね、赤猫団の製品版を買った時についてくるメダルの QR コードなんですが、これを読み取ると、レッド J に対して、25% ダメージアップの、力60アップのね、特別な、武器が手に入るみたいです。多分ね、このゲーム画面を、読み取ることができると思うんで、ぜひ皆さんもこれ読み取ってみてください。じゃあ見ましょうか。病棟赤猫を手に入れた。これめっちゃ強いと思うで、多分。レッド J の極玉を手に入れた。ほー、なやこれ。レッド J の極玉？まず病棟赤猫。これ装備できるんかな、こいつに。強っ！力60。レッド J に対してクリティカル出やすくなる。めっちゃええやん。あ、装備できた、普通に。いいね。これ強いやん、絶対。よーし、ゲットしたぜ。で、他は別に特にないな。よし、これでいいか、じゃあ。で、レッド J の極玉は何？これ。レッド J の極玉。道具。あった。動くまでに爆発すると言われる危険な弾。え？極モードのレッド J に挑戦できるが、動くまでに爆発すると言われる危険な弾。何これ？やば。いやー、いいのゲットしましたね。まずこの武器普通に強いわ、60やから。序盤、だいぶ役立ちますね、これ。はい、というわけで、とりあえず今回は製品版の、赤猫団の製品版の、QR コードの、武器をゲットしました。次は、白猫の方も、一応持ってるんでね、QR コード、公開しようと思うので、ぜひぜひ皆さんも、武器、強い武器ゲットしてみてください。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。